所の上の方をやりますね。ただの文型です。はい、じゃあこの学生はちょっと何か考えていますね。じゃあこの学生はこんなことを考えています。これは私ですね。隣は何ですか？魚です。魚ですね。皆さんもイメージしてください。皆さんは今魚です。魚になって何がしたいですか？海で泳ぎたいです。もし私が魚だったら南の海で泳ぎたい。じゃあ練習してみましょう。じゃあ本当の自分のことで言ってみましょうか。もし私が お金持ちだったら世界旅行をするだろう。世界旅行をするだろう。寄付はしないで自分のために自分の楽しいことを。それもいいですね。はい、じゃあどこでもドア分かりますか？どこへでも行けるドアですね。どこでもドアがある。地球の裏側へ日帰り旅行とするだけど、日帰り旅行は分かりますか皆さん？はい、あ、じゃあダニーさんちょっと説明してください。日帰り旅行は何ですか？一日旅行する。多分一日だけで旅行をするですね。泊まらないでその日に行ってその日に帰る。はい、じゃあこれどこでもドアがある地球の裏側へ日帰り旅行をするは、じゃあセナさん。はい、どこでもドアがあったら、先生ここ漢字も一度お願いします。地球、地球、あ、地球、地球の裏側へ日帰り旅行をしたい。 OK、 じゃあ次、あと1日しか生きられない、貯金を全部使って遊ぶ。あと1日しか生きられなかったら貯金を全部使って遊びたい。うん、はい、じゃあトムさん自分のことで。いやー、そうですね、あと1日しか生きられなかったら友達と家族と思いっきり遊びたいです。いいですね。悲しいですね。ちょっとね、悲しい。じゃあこれで誰になりたい、何をしたい。じゃあちょっと隣の人と話してみましょうか。じゃあこことここで話して、じゃあトムさん私と話しましょうか。ドラゴンの名を作る。どうですか？じゃない？ドラゴンのペット？はい。そう、あった方がいいね。一日だから、まあ、一緒じゃなくて、一日だから、そんな冗談の馬にも私のカード履いて。そうですね。はい、だから。いいですね。はい、だから。大魔法使いで絶対と思います。あ、大魔法使い。一番いい魔法使い。はい。なりたい。はい。おー、いいですね。じゃあ、もし透明人間だったら何をしたいですか？これ難しいよ。見えない人ですね。はい、誰になり、そう、どこにも入れる、自由に入れるかな。どこでも、そうそう、なんかライセンスが必要ないけど、はい、ライセンス必要ない場所へ自由に入って受けることができますよね。彼の犬と散歩したい。そう、彼の見たことある？大きくてふわふわ、ふわふわですか。そう、そうですね。どんな話をしたかちょっと教えてもらおうかな。じゃあその会話の形で、じゃあベトさんとダニーさん、じゃあ魔法使いにしましょうか。ダニーさんはもし魔法使いになったら何をしたいですか？はい、もし私が魔法使いだったら部屋に自分で片付けようと言いたい。部屋に自分で片付けろと言いたい。はい、けろ、片付ける魔法を使いたい。はい、便利ですね。はい、すごく便利だと思います。じゃあ今度ベコさんに聞いてみましょうか。ああ、もし魔法使いだったら何をしたいですか、ベコさん？そうだね、もし魔法使いになったらペットドラゴンを作ってみたい。うん、ペットドラゴン。ペットドラゴン、ね、あ、ペットのドラゴン。そう、あ、かっこいいじゃない。確かにかっこいいですね。強そう。かわいい、かわいいペットドラゴン。そう、ちっちゃくて、うん、大丈夫だよ。あ、ちっちゃいドラゴン。そう、ちっちゃい。かっこいいペットですね。セナさん、もし一日だけ別の人になれたら何したいですか？うん、もし私が別の人になったら、マイクル・ジョーダン知っていますか？知ってる。はい、マイクル・ジョーダンがこの人のお金は全部私のカードに入る。ちょっとひどいかな。ひどいなら半分くらいだけでもいいから、ここでカードに入りたいです、今。どうしてですか？
この人ブランドもあるしお金もたくさんあるからなんか寄付みたい気持ちで私の自分が私に寄付する。ちょっと聞いた感じ。そうですね、有名な選手ですからね。半分ぐらいなら大丈夫。1日だけ別の人になれたら何をしたいですか？そうですね、もし1日だけ別の人になれたら先生になりたいです。先生になってる、はい、先生だって、どうしてですか？ただ1日宿題や試験が、やりたくないからちょっとだから先生になりたいです。そうなんですか。先生もいろいろ忙しいんですよ。準備とか毎日待ってるねかもしれないよ。反対いろいろ話ができたようで、はい、と思います。授業で一番気をつけていることは、一方的に教師が話しすぎないということを気をつけています。なので先ほどの授業のように漢字の読み方だけでも学生に問いかけたりとか、あなたの考えはどうとかたくさん呼びかけるようにして、授業を呼びかけポイントをどこに作れるかなっていうのを考えながら組み立ててますね。もともと日本が好きで来てくれている子が多いので、日本語が上手になって日本人の友達をたくさん作って日本の生活を楽しめるような学生になってくれたらいいなと思います。日本語科では一つのクラスに対して3人とか4人とかチームで学生を教えるので、一人の先生に教え方が偏るのではなくて、いろいろな先生の教え方でいろいろな先生の視点からこうサポートできるのがいいところかなと思います。とても優しい学生が多いので、みんなで楽しくお昼を食べたりとか、放課後も近くの神社に観光に行ったりとかしてすごく楽しく過ごしているようです。BIL には本当に世界中からたくさんの学生が集まるので、いろいろな経験ができると思います。ぜひ BIL で一緒に楽しく勉強したいなと思います。ぜひ来てください。授業でいっぱい友達と会話して、本当に友達を知っている、考え方を知っている、そしていろいろな経験を学ぶことができると思います。もういつも楽しいけど、いろいろな国の人があればこれが一番楽しいものだと思います。例えばもうダニーさんはコスタリカ人ですけど、私の人生の中でコスタリカ人を会った機会全然ないと思うんですから、こんな機会が一番楽しいだと思います。はい、I think the best part of BIL is that we get to know people from all around the world, and also the campus is big and we get to know people from all around the campus, and there's a lot of places where you can get information, for example the library where you can buy something at the bookstore. And also I like that the lessons in the Bunka are a little bit longer than in other places. Here we have 5 hours of classes.And I think that's a good point to be here. ちゃんと言語を習うためにその言語を経験すればいいかもしれないね。そしてこの BIL でそれはできる。なぜかというと、みんなはいつもいつも日本語で話して、先生も日本人ですからちゃんと教えてくれる感じをします。そしてすごい感謝します。ちゃんと少しずつもっとペラペラになっています。皆さんのおかげで感謝します。私にとってはなんか BIL の授業はとっても楽しいです。最初は難しいかなと思うけど、でもみんなは知らないこともあって、なんかそして先生に聞いてわからないことをわかるようになった、いいと思います。そして自分の意見を言って、友達の意見を聞いて、なんか新しいことを知るようになったのはいいと思います。そして、友達はいろいろの国から行きましたよね。だからなんか文化とか習慣とかは違う
のはなんかシェアしてて、なんかおそんなこともあったのって面白いと思います。はい、ありがとうございます。